今井俊之37歳すごい。今からほんの数年前、一人の男が大きな不安、それよりも大きな希望を抱えて、とてつもなくでっかい幻想を抱き始めた。行き着くところは何もわからずに、そのまま普通に生活してりゃそれなりに食えてる、それなりに人並みの人生送れたのに、寄せばいいのに音楽なんてものに手を出して、毎日俺らみたいなガキンチョ相手、道端でアホ面しながら何かを叫んでいる連中に、怪しいヒゲと挙動不審な動きで近づいてきて、一歩ずつ一歩ずつ、その時あなたはきっとこう思ったはず、そんなアホ面が最高なんだよなって、だけどね、だけどね、もう引き下がることなんてできやしない。 Happy birthday 今井俊之37歳。 Yeah! Woo! Yeah! Yeah! 背にはかかるし体もボロボロ、あちこち歩き回って、そろそろ腰も痛かろう、そろそろ足も臭かろう、持ち歩いてるカバンはまるでドラえもんのポケット、音楽資料に営業 CD 40枚、どっかのなんとかディレクターにこんなこと言われた、CD 持ってきゃ曲数多いと文句を垂れられ、それでもめげずに次から次へと CD 作って、何言われてもやめない頑固やじさん、試行錯誤する毎日の日々の生活の中で、俺の心配はただ一つ、たった一つだけ、それはあなたの嫁さん、いつになれば見つかるの、シャバの暮らしも悪くはないのにさ、ああ世の中何が大事なことなんて誰も分かりゃしない、夢の代償の覚悟なんてもうそんなのとっくにできてるはず、血の通わない関係なんてつまんないこと、この上ないし、ポルコロッソでもトルコモロでもなんでもいいや、止めない豚はただの豚だ、あなたについていくというよりもむしろあなたが俺についてこい、だけどね、だけどね、もう引き下がることなんてできやしない、ハッピーバースデー今井俊之37歳、あんまりっていうか、そうっすね、かっけえ、かっけえ、してます、おぉ歯がいまいち、歯がいまいちだな、アパタイト的なあれね
ってか、それって前俺マイケルさんに突っ込んだ同じことですよね。あ、そうそう、突っ込み返し、突っ込み返し。マイさん52ですよ今。あの頃3、もう歯がないだから、あの頃俺らより年下だもんね、もう今すでにあの頃のさ、そうそうね、マイさん俺の10個あ、本当どうしてんだろうね、っていうか親の年金で食ってる。最低、最低だよ。最低なクソ親父だよ。えぇ、マジっすか。すごいね、ブス鈴木が年金のシーンで、ブス鈴木の年金持ちらしいんだよ。その日だけ、その日鈴木の前半とかで俺に声かけたら家から出らんだよ。自転車人ね。まあまあ詳しすぎる情報だね。そんなね、親父がいたんですよ。でも夢だけはでっかいの持ってましたね。結局俺らがダメだったんで、あのできればこう CD も売れてそのプロデューサーに恩返ししたかったのもあるし、いろんなところでライブやってるのでもお客さん、まあ俺らは頑張ったつもりではあるんだけど、結局彼の夢をこう後押しすることはあんまりできなかったんで、もうだって数百万出してますからね、俺らのために。それを何もこうできなかったのはちょっと後悔の一つもあるんですけど、だ今こうやってまだ元気に歌ってますよって姿をちょっといつか見せたいんですけど、ね。ええええええ。呼ばなきゃ。8月やるよ。出てよ。おお、そうだね。そうそう。誕生日企画だっけ。8月10日にやります。うん、かつてのその事務所のメンバーが全員そうそうと思ってた内藤タイトルに出てほしいです。今誘って、この事務所を断れないだろ。この空気でも今歌ってるあの頃のメンバーで今歌ってる連中ってあんまいないよね。ガクと長谷川直樹と、みんな知らねえ知らねえ、まあそうそう、うん、まあごめんなさい、今日のとかちょっと身内っぽくなっちゃったけど、まあまあメンバーが集まったので一回ぐらいいいかなって。じゃあ、普通に歌います。俺中学高校とバレーボール部に所属してて、意外ぽくない？意外いや、ぽいって結構言われるんだけど。いやないね。中学の時はキャプテンだったんですよ。セッターで。で、なくねえけど。あるけど。知ってる。で、まあバレーボール部に所属してて、やっぱりあれなんですよ。まあ、高校に入って違う本当に強いやつがキャプテンになったんだけど、ね、20人ぐらいいたのかな。結構あんまりそんな弱い高校は弱いチームで、でもやっぱこう部員がいてこうマネージャーがいて、マネージャーの女の子が2人ぐらいいたんですけどね、基本部活のマネージャーってモテるんですよ。男のこう団体の中にポツポツっていて、みんなこうやっぱ惚れちゃうみたいな、そういうのがあって、まあまあ俺も惚れたんですけど、典型的なね、典型的なパターンで惚れて、ハッチ世代だね。そうそうそう。で、なんか実はちょっとその麻雀一人、可愛い子がいてちょっとお付き合い始めたんですけど、半年ぐらいかな、キャプテンがすごいかっこいいくてこう実力もあるし、なんか2人怪しい動きをしてるんですよ。で、なんかいろいろ問いただしたら、まあちょっといろいろあると、2人で。まあ要は取られた。取られて。で、その時、それは悲しい。なんだ？こう、なんつうのかな、傷つくっていうことを初めて覚えたっていうか、その時。高校2年というか。で、まあその頃からは、まあ結構前からなんだけど、曲は書いてたんで、その時に書いた曲を今から歌います。ドロドロの裏切りソングですけど。
人歩きと。くれそんな感じです。
完全にこう、なんていうか、当時尾崎豊を聴きまくってことだなっていうのは歌詞なんですけど、まあ、あの頃はね、もう尾崎豊がネタバレしすぎだ基本あの自分の言葉はほとんどないっていうこう拾って繋げ合わせたと思うんだけどもう覚えてないんだけど多分そんな感じだと思うんだよ。高校時代の歌を今歌える哲也が好きだと思う。いや歌えない歌えないあのねいやまあ今日だからちょっとあれしたんだけど、まあ、こういうイベントでもないとこんな歌歌う機会ないのでそれを歌うのが男なんですよ。勉強になりました。さすが、かっこいい。あんま対応してもちょっとあれだね。いや、今本当に今本当に出ちゃったの。本当出ちゃった。いつもはあれだけど。いつもあれなんだ。さっきのあれは違ったもん。今の本当に出ちゃった。今のが本当なの。よう、そうだってよ。あ、そのようね、うん、もうなんかわかんねえよ一人じゃあ、まあまあそんな時期もありつつ22ぐらいかな一人暮らしを始めてなんと初めて女性と同棲を始めた。やるなんでこんなやっぱね、初めて尽くしだったんでやっぱいろいろね、まあ予想してないことがいっぱいあってもう結局最終的にはこうお互い喧嘩ばっかりして、その子は出て行ってしまったんですよ。その時の歌をちょっと歌うんです何今日のセット暗いっていうかあの彼女は夢を持ってて海外に行っちゃったんですよ。海外留学してで付き合う前から俺ずっともう強くアタックしててでもずっと断れたんです。なぜかっていうとそのうち別れなきゃならないから嫌だってそれを付き合いたくない。ドラマだねドラマと結局彼女は約束通り海外留学してしまって、まあ、遠距離恋愛も続けようかなと思ったんですけどやっぱダメでしたね。追いかけなきゃ行って、うん、追いかけなきゃその行かないでしょ海外の追いかける追いかける追いかけろよ何で覚えてないよ。え追いかけろよ覚えてる覚えてるあれでしょヘリコですつうかダメじゃないかあの有名なやつね飯尾さんの芝居かな確かすいませんまあまあいいやまあそんなとこですね。YouTube でそれで入っちゃうなんかの洋物の AV のなんか違うのマジでマジでよかったギターの入りがやばいバイト帰りの疲れた体引きずったまんま君の待ってるあの明かりのついてる部屋でクリームに染めて癖のある髪を君は嫌がったけどそんなに悪くはないよ。どうぞ一回止める大丈夫笑いたかったのにとはいやこれカバーカバーじゃないよ似てるけどねあれだよねあのなんだっけいや結構何度も言われてるのね。そうそう殴りそうそうそう俺も歌ってる哲也が心配だって言ってるでしょ。ああそうだねそうとも言う心配しないで心配しないでって曲なんだお前が心配だってさ一度だけ君との結婚を考えたことがあるそれを言っ
たら君はどんな顔したのか。やめようか。行きたい行きたい。あ、じゃあいや、この後どうなるのか。あ、そうかそうか、そうか、まあ一応ね。一度だけ君との結婚を考えたことがある。それを言ったら君はどんな顔したのかな。雨に濡れた体で飛び乗った最終の電車、駅にポツンと君が傘を持っていた時、心配しないで僕は大丈夫だから、心配しないで僕はちゃんとやがっているから。よくみんな我慢してんじゃん。いやもう大丈夫、結局は好きって。突然の外国行きも僕は知らなかったわけじゃない。いつかその日が来ると覚悟はしていたけれど、バイトがあるから送りに行くことはできないと言ったはず。だけど仕事はから成田に車飛ばした。愛する人ができてからも君は僕を気にかけて、電話くれる優しさも辛かったけど、今では口を聞いてやれるまでになってきたけれど、そろそろ自分の幸せ探しておくれ。心配しないで僕は大丈夫、しないで僕はちゃんとやっているから。全ての音楽は出尽くしてるんですよ。 あとはもうあのパクるしかないっていう。俺が言うのはパクるって言っちゃいけない。そうだね、リスペクトして、リスペクトするって。まあいいや、俺がよく使ってるリスペクトしてる。じゃあ最後の曲を歌います。すごい長いんで。それもええな。どうすりゃいいんだ。おいおいおい、
おじさん、その絵おじさん持ってっちゃダメだよ。今日はね、あの応援おじさんが来てる。応援おじさんじゃないんだよ。私は別に都会とか避難所だから、基本応援おじさん目の前に座るからおじさんも持ってっちゃダメじゃないですか。まあまあちょっとあともちろん我慢してもらって、皆さんにありがとうね。もう平井くんだけだ、もう愛してるよ。ありがとうございます。キモい。そこは知ってるじゃん。知ってる、出なかった。それありまーす。今俺46なんですけど、30になった時に30歳と曲を書いたんですよ。30歳やるの？やる。来る。マジ？15なんだろ、これ。そうだ。そこまで長いんだ。いや、半分にしてある。うん。哲也って俺より4つ下なだけなっちゃう。そうっすけど、それが何か。じゃあ、なんで俺こんな親父キャラのキャラまで。じゃあ、30歳の曲を歌います。俺のすべてが入ってる。おお、おお、や。本当に長いんで、あの落ち着いて聞いてください。あのストレートが言ってもいいんだよ。たまの休みの日曜日、暇を持て余して。部屋の空気がちょっとよどんでるから、窓を開けてみる。空は青く広がっていて、雲も浮かんでいる。何日も干しっぱなしの破けた靴下が景色を邪魔してる。そういえばあいつが言っていたな、時々空が灰色に見えるって。俺には何のことかわからないけど、少しだけ考えてみる。ギターそんな歌いたい。気がつけば今年で30歳。久しぶりに実家に顔を出して、親父と酒を交わした。昭和一桁の親父の戦争中の話もたまには悪くはない。お袋に会うといつも言われるのは、たまには彼女の一人でも連れてこいって。そんなにモテるわけでもモテないわけでもないけど、死なずに待ってろ、そのうち連れてくるから。こんな自分でも何度か女の子と付き合うことがあった。何がすれ違うのかわからないけど、いつも別れを迎えてしまう。アルバイト時代に知り合った女のことのささやかなデート、緊張しながら過ごして、ただ手をつなぐのに丸一日かかった。ギターの下手くそな歌いたい。気がつけば今年で30歳。
ガキの頃はガンダムのプラモと漫画を描くこと、ただそれだけに夢中になってた。あの頃を思うとなん、ガキの頃はガンダムのプラモと漫画を描くこと、ただそれだけに夢中になってた。あの頃を思うと確かに今よりは好きなことに夢中になってた。授業中に窓から飛ばした紙飛行機の行方が今頃気になる。どこに落ちたのか、誰かに拾われたのか、それともまだ風に乗っているのか。そういえばこの前3年くらい飼っていたハムスターが死んだ。ピースケの死に顔をずっとずっと見てると、こいつの一生は何だったのかなって、自分のどうしようもない。人生と重なってしょうがない。寿命で死んだのか、世話が悪くて死んだのか、もう二度とペットは飼わないと誓った。ギターの音は何も変わることはない。下手くそな感覚、気がつけば今年で30歳。大丈夫、今で半分なんだけど。何かを本気でやろうとして、それがうまくいかなくなってきたとき、周りを十分騙せるような、逃げる理由をいつも考えてしまう。言い訳することがいつの間にか口癖になっていて、おいしいところだけを持っていくのは、もうそろそろやめにしようか。三十過ぎて俺には周りに仲間がいて、中途半端に過ごしてると、どっかの誰かさんみたいに仲間を失う。ギターの音色は誰も変わることはなく、下手くそな歌で、気がつけば今年で30歳。お待たせしました、最後です。人と人は言葉だけじゃ近づくことはできない。そいつとの距離を感じながら目と目で温度を確かめ合う。100や200の言葉をきれいに用意していても、そいつの存在する匂いから伝わるものには勝てない。もっと言えば人と人の間に言葉なんて必要ないかも。履歴書の学歴や職歴と一緒で誤解や偏見を招いてしまう。
ありがとうございました。